それではみんな、定番ハワイアンプールリゾートへ出発！ここは俺の庭だぜ。何回来たか数えられねえぜ。そんなに来てるんだ。私は前に来た時は小学生だったかな。私は仕事では2回来てます。個人では初めてです。オイラも夢の中では2回来てるよ。現実では初めてかな。ハワイアンプールリゾート、ハワイってこんなに近かったのか。多分違うと思うけどな。やっぱり夏休みはプールよね。プールサイドの素敵な出会い、ひと夏だけの情熱的な恋。え、あなたアラブの石油王なの？ない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 。いや、ねえとは言えねえぜ。なぜならデュエル王はここにいるんだからな。はいはい、あんたの自慢のデッキ、プールに放り込まれたくなかったらさっさと行くよ。さあ行くよみんな、いざプールリゾートへ。おお、それにしてもミノベ先輩、その服ずいぶんと攻めてきましたね。あんだよ、似合ってて可愛いでしょ。こういう服はあんたみたいなおっぱいモンスターには似合わないからね。カッチーン。私も巫女服に狐耳とかで攻めればよかった。黒髪さんはそういう知識をどこで仕入れてくるかな。うわあ、広いね。さすがハワイ、アメリカ、広い。どっちはボケか天然かわからんね。それよりシスハラ先輩、私たちの水着姿を見て何か感想はないんですか？え、うん、みんな可愛いと思うよ。またプロレスやんのかって思っちゃうよな。昨日はみんなかっこよかったよね。私もまたプロレスやるみたいな気がしてた。黒髪先輩、しばらくお静かに。とにかく鈴も重傷だよ。焦らず、まずはじっくりと女の子になじませていこう。おお、あれやりたい、あれやりたいぞ。あれってビーチボール？グレート、もちろん抜かりはねえぜ。おお、あつたくん気が利く。持ってきてたんだビーチボール。まさか俺が本当にプールにまでカードゲームを持ってくると思ったのか。ええ、割とナッチーのことだからラミネート済みでプールサイドでもプレイ可能とか言い出すかと思ってた。ボール膨らます、やってみたかった。そんなに頑張っちゃうと酸欠にって、あー言ってるそばから。大丈夫、僕が代わるよ。ほっ、やるねクロッチ、さりげなく関節キスをゲットとはね。そんなつもりなかった、偶然偶然。おっと黒髪先輩失礼、足が滑って肘が先輩に。肋骨もてかれた。胸の脂肪が少ないみたいですから、ダメージがダイレクトに届きましたよ。勝ちに。ほらほら、今は休戦中。
が進む。肺活量もすごいね。普通だよ。よいしょ、できた。稲形先生、ご一緒にどうすか。先生はプールサイドでのんびりさせてもらうわ。若い子たちでたっぷり青春なさいな。では、低い子ってちょっと可愛いよね。髪型は、よくわからないけど、長いとなんだか魅力的だよね。胸やお尻は、メリハリの効いたボディがいいですよね。意義あり。デカ土はすぐに劣化して垂れるよ。
そんなことないです。風評被害です。垂れるのか。黒髪先輩たちはその心配は全く無用だと思います。カチン。その黒髪先輩たちの中に誰が入るのか気になるね。さあ進む。よーく心して答えてね。胸やお尻か。大きい胸というのはこういうのです。え、あっ、が出ると聞いた。クリクリ。やめてやめて。ねえ、スズム。私たちってそんなに
よ。十分に魅力。あれ、先輩の声なんだか甘ったるくなってきましたね。いいんだよ、スズム。体をみんなに預けちゃって。でもこんなの。私たち決めたの。スズムがちゃんと女の子の魅力に気づいてくれるまで、みんなでスズムをいじめ続けることにした。いじめってそんな。いいんですよ、その感情に素直になってください。女の子の気持ちよく思うのは男の子として自然なことなんだよ。それからまさかタマヤみたいな大人の子でしないと嫌なのかな。それは許さない。この中から選べ。グリグリ。もう無理、無理だよ、無理。気持ちよすぎて意識を失っちゃったかな。溺れてるんじゃない。早く引き上げましょう。そっち持ってください。スズム、しっかり。これってまずい。こういう時こそ雛形先生じゃないですか。早く先生に。ちょっとタンマ、それだと部長のオイラが怒られる。穴掘って隠蔽。クロッチはそういうネタどこから仕入れてくるかな。これって多分人工呼吸とかした方がいいよね。あ、私できます。リリーの頃番組の企画で練習しました。布川がスズムにキスをすると告白権は布川に。あれ、そうなっちゃう。プロレスごっこは危ないわね。良い子のみんなは絶対に真似しちゃダメよ。こういう時は最上級生が人工呼吸するべきだよね。スズムの生活の面倒を見ているハルミヤ家が担当するべきだと思います。スズムの唇譲らない。うちのセリフです。ここで決着をつけさせてもらいます。
楽してもらいますよ。わあ、先輩は譲りません。食らってくたばれ、フランケンハレイシュート。大丈夫か、スサハラ。俺に任せろ。あら、バチタ君、あなた人工呼吸ってできたの？俺、こう見えても小学校の頃、消防少年団にいましたんで。これは場外から思わぬ乱入者だ。あれ？あれれ？何やってんの、あれ？あ、バチタがスズムの唇を。私たちは何のために戦っていたのでしょう。スズムの唇を一緒に奪ったのはアツタ君だけど、どうなるの？アツタが告白権をゲット。グレートスサラもプールじゃ油断大敵だぜ。男の恋がたきも油断大敵。アツタ君、あなたが告白しないと他の子が告白できないそうよ。あ？告白？もう白黒はっきりつけてほしいです。とっとと鈴原先輩に告白してください。じゃないとオイラたちはずっと待ちぼうけだ。
しんでる？すごい楽しい。あなたを苦しめた千年にこれは似合うものかしら？わからない。今の私はトエだから。夏休みはまだ始まったばっかりだけど、黒髪トエはどう過ごしたい？テレビ見てスイカをかじりたい。あと朝のラジオ体操に行きたい。夜には花火もしたい。小学生の夏休みみたい。叶うわよ、全部。そしたら年齢相応の女の子らしい夏休みを過ごしてみたい。そうよね。もっと恋に青春にいろいろと頑張りたいわよね。でもライバルはみんな強敵ぞろいね。みんながどうとかじゃなくて、高校2年生の黒髪トエとしてやり残しのない夏休みを過ごしたい。いい決意よ。高校2年生の夏休みは誰にも等しく一度しか訪れないのだからね。トエちゃんに先生から夏休みの宿題ね。ん？この夏休み中にすすはらくんにキスしてもらうこと。無理やり唇を奪うとかそういうことじゃないのよ。わかる？短し恋せよ乙女。それが青春よね。頑張る。